と焼きそばを挟んだ焼きそばバーガー。なかなか面白い食感じゃん、マッキー。私のはチーズとトマトとマッシュルームがたっぷりのピザバーガーよ。これはいける。なんじゃこりゃ、いっぱい入ってる。ハンバーグの上にステーキ、さらにとんかつを重ねてボリュームたっぷり。俺のはエビとホタテ、カニの海の幸さらにニンニクも入ったスタミナ満点バーガーだ。最後にイカスミのソースが隠し味のシーフードスペシャルバーガーだ。豪華な割にはマジ。何？まずトモキのバーガーってこれ？美味しくなさそう？いやもう腹いっぱいなんじゃん。たくさん食べたからね。少し休憩しましょう。うん、お茶でも入れましょうね。外のテラスで休んでて。トモキのバーガー、あたし食べようっと。俺にも食わせろよ。そんなにまずかった？俺たちのバーガー。タクヤは料理のセンスないもんな。おいコージ、人にそんなこと言うんだったらもっとマシなもん作ってみろよ。作ってやろうじゃないか。よし、料理対決だ。ポコモン、ネモン、どっちが美味しいか審査してくれ。これ以上まずいもん食いたくない。いい加減にしてほしいわい。まだ作るかね。もう入らんわい。できたぞ。俺もだ。カレーとキムチとチョリソの入った、食べると全身が熱く燃える激辛闘魂バーガーだ。リンゴにオレンジ、メロンにイチゴにバナナ、見た目も美しい七色のフルーツが入ったレインボーバーガーだ。食べて。おい